ドナルド・ラムズフェルド、ドナルド・ヘンリー・ラムズフェルド、1932年、7月9日体は、アメリカ合衆国の政治家、大統領首席補佐官、国防長官、ランド研究所会長を歴任した。第38代大統領ジェラルド・アール・フォードの下で、第13代国防長官、1975年から1977年、 第43代大統領ジョージ・ W ・ブッシュの下で、第21代国防長官、2001年から2006年をそれぞれ務めた。アメリカ新世紀プロジェクトのメンバーでもあり、イラク戦争では、ブッシュ政権内で終始強硬な攻撃論を主張した。アメリカ合衆国の軍産複合体を体現した人物とも評される。また、7年余りの会員議員生活の経験に、 基づいた議員としての心得、いわゆるラムズフェルドのルールは、現在でもワシントン DC の関係者の間では広く知れ渡っている。一方で、他者に対する配慮を欠いた発言スタイルで、数々の物議を醸す発言をして、圧力を生んだ。1954年に、妻のジョイスと結婚しており、夫妻には3人の子供、バレリー J ・ラムズフェルド・リチャード・マーシー K。 ラムズフェルド・バルチャック、ドナルド・ニコラース・ラムズフェルド及び5人の孫がいる。イリノイ州シカゴのエバンストンに生まれる。祖父はフランドル系でブレーメンからの移民。奨学金を得てプリンストン大学に通い、卒業後の1954年より海軍でパイロット、飛行教官を務めた。また、全米海軍、レスリングチャンピオンの経歴もこの時に獲得している。 編入、1975年まで、1975年から1989年まで、5957年からワシントン DC で、アイゼンハワー政権下のオハイオ州選出会議員の行政補佐官を務める。1960年から1962年まで、投資銀行会社、A.G. ベッカーで勤務した後1962年に、イリノイ州より連邦会議員。 共和党に30歳で当選し、1964年、1966年、1968年と4期連続当選を果たした。現在からでは想像もつかないことだが、若手議員だった頃は会員において、共和党の中で比較的リベラルな投票行動で知られ、中道右派の有力な議員の一人であった。1964年の選挙での敗北に、 危機感を抱いたラムズフェルドラ若手は、長老の会員内総務に代わる、院内総務として、ジェラルド・フォード会員議員、後の大統領を擁立し、成功した。議員4期目の1969年に、会員議員を辞職し、リチャード・ニクソン政権で、機会均等局長、大統領補佐官、経済安定プログラム長、等を務めた、第46代副大統領、 リチャード・チェーニーは、機械均等局での部下である。1973年、ワシントンを離れ、ベルギーのブリュッセルでに就任する。1974年8月に、ワシントンへ呼び戻され、フォードの大統領主席補佐官、1974年から1975年を務めた後、1975年に、史上最年少の43歳で、 第13代国防長官に就任した。国防長官の任期内にラムズフェルドは、政権内における軍の発言力を CIA を犠牲にして高めた。これはソ連が国防費を増加させ、秘密兵器開発計画を進行させているという、見解の発表で行われた。そしてそれに対する反応は、軍閣競争の再燃となって現れた。1977年に、 国防長官を辞任したラムズフェルドは、製薬企業や通信企業を経営しつつ、ロナルド・レーガン政権下で、軍備や戦略、対日関係、中東問題など、各種の諮問機関で委員を務めている。イラン・イラク戦争中の1983年には、イラクとの国交正常化のための特使に任じられ、12月19日と1984年3月に、イラクを訪問しており、 ターリクミハイル・アジーズとは2時間以上、サッター・アムフセインとは90分に及ぶ会談を行い、ベクテルのパイプライン建設とそのためのイスラエルとの関係改善などが話し合われた。第41代大統領のジョージ・ H.W. ブッシュとは共和党内における政敵同士だったため、ブッシュ政権においては一切の役職にはついていない。1988年の大統領選では、 党内予備選への立候補を検討するが断念。結局、かつての名友ボブドール上院議員を支持した。1998年、米連邦議会の嘱託による、超党派の弾道ミサイル脅威評価委員会、ラムズフェルド委員会とも呼ばれるで、委員長を務め、北朝鮮などが開発する弾道ミサイルの脅威と、米国本土ミサイル防衛。 NMD の必要性を指摘した報告書を7月に提出した。クリントン政権はその脅威を差し迫ったものではないと評価していたが、翌8月に北朝鮮がテポドン1号の発射実験を行ったことで、報告書の分析は裏付けられ、NMD 計画が推進されることになる。また、2001年1月にはこの委員会で宇宙における真珠湾攻撃を提起した。 2000年12月大統領選挙戦の終盤にジョージ・ W ・ブッシュが国防長官への起用を発表。翌2001年にブッシュ政権が誕生し、史上最年長の68歳で国防長官に就任した。2001年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロにおいてハイジャックされたワシントン DC 発ロサンゼルス行きアメリカン航空77便。 ボーイング757が9時38分に国防総省本庁舎、ペンタンに激突した。執務中のラムズフェルドは危うく、難を逃れ、建物の外へ出ると、女性職員が血を流して倒れていたため、彼女を抱えて避難し、救急車が来るまで看病していた。その一方、すぐに幹部を集めて、ここが勝負の分かれ目だと言い放ち、大統領とすぐに、 協議できるよう今後の対応策を数時間かけて、レターサイズ用紙1枚にまとめ上げた。アメリカ政府では A は使われておらず、A4 とほぼ同じ大きさである、レターサイズ用紙がもっぱら使われる。その後アメリカのアフガニスタン侵攻や、イラク戦争において、国防長官として指導的役割を果たした。特に、イラク戦争では、開戦前に戦時における部隊運用規模をめぐり、 少数兵力による迅速な敵地性を唱え、エリック親戚など反対する将校を解任するなど、強硬手段を取った。アメリカ国民はもちろん政服組からの評判も、極めて悪く、歴代最悪の国防長官と国評された。それ以外にもイラク海戦に反対するフランスとドイツを、古いヨーロッパと非難するなど、終始強気の行動を示していた。 しかし、イラク侵攻時に大義として掲げていた大量破壊兵器が発見されないことやアブグレーブ、刑務所での囚人虐待事件でアメリカの道義的意心を大きく損ねたこと、一向に改善されない現地の治安状況などから退任を求める声が出始めた。特に、イラク従軍兵士をはじめとする軍政服組からの突き上げが激しく、退役した元部下の将軍たちからは、独善的で、 現場下の忠告をたびたび無視した結果、今のイラクの現状があるなど厳しい手段が相次いだ。2006年には、アーミータイムズなど陸海空軍と海兵隊の関係者向けの専門4子が共同社説でラムズフェルを非難し、中間選挙への悪影響を危惧した共和党の大物議員たちが大統領に更迭を要求する事態に至った。 2006年11月8日の中間選挙において、イラク政策に対する有権者の不満などから共和党は大敗し、結果を受けたブッシュ大統領の記者会見の席でラムズフェルドの辞任が発表された。2008年12月、上院軍事委員会は一連の捕虜虐待事件に、監視、一部の兵士が独断で起こした行動とは言えない、都軍による、 組織的関与の可能性を主張、名指しで、ラムズフェルドとブッシュ大統領ら当時の政権幹部に、責任の一端があるとする報告書を公開した。対日関係では、コンドリーザ・ライス国務長官と共に、在日米軍再編に指導的役割を果たすが、再編、特に、普天間基地変換に伴い新たに建設される、代替施設の建設予定海域に絶滅危惧種である。 純の生息が確認され、環境破壊を行う被告として、日米双方の反基地団体や環境団体から告発されたこともあった。フーバー研究所のフェローに指名されたが、同研究所の学者を中心に指名反対運動が起こっている。民主党のジミー・カーターに政権が渡った際に、実業界へ転じ、その後多くの企業経営に携わっている。 1977年に製薬会社 G ーリーサール社に迎えられたラムズフェルドは1985年まで経営トップのザーリ大胆なリストラを実行して業績を上げた1981年に認可された人工甘味料アスパルテームの製造元でありロビー活動の見返り2200万ドルを受け取った1990年から1993年にかけて 通信企業、ジェネラルインストルメンツの CEO 及び会長の職であった。1997年から2001年の間は、インフルエンザ特効薬タミフルを開発しその特許を所有しているバイオテック企業、ギリアドサイエンシズの会長を務めた。ギリアド社の株式を多数保有しており、鳥インフルエンザの懸念が高まった際には、同社の株式高騰によって、 巨額の富を築いたと CNN は報じた。デスクワークについて、立ったままの作業の方が効率が上がるとの持論を持っている。起立した姿勢に合わせた質務机くのスタンドアップデスクを考案し、愛用している。また、演説については何回との指摘を受けている、知られていると知られていることがある参照。2003年、優しい英語普及運動から、関係名や、 従属説を多用し、なおかつ接続詞の乱用による長いセンテンスを使用した、わかりにくい英語の演説、発言をすることを検証して、フットインマウス賞を受賞。アポロ計画陰謀論を検証するフランスのジョーク番組で湾岸戦争に関する発言を、アポロ計画の発言に見せかけるように紹介されたことがある。911、マイケル・ムーア監督で、 ゴールデンラズベリー賞の最悪助演男優勝受賞。最悪主演男優勝はブッシュ大統領。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。